先生に質問です。YouTube の動画探してたんですよ。そしたらクラブの上げ方とか下ろし方とか、なんかそういうの結構多くて、その下ろし方とか上げ方とかあんのかなと思って、打てりゃ何でもいいんじゃないって思っちゃったんですけど、どうなんでしょうか。うん、下ろし方、上げ方、下ろし方、あ、平井博明のワンナップゴルフ。言えって言われたら出てくるし、言わなくていいって言ったら気にしなくていいとこなんだ。ちょっと何発か打っていい？うん。じゃあ普通に打って、うん、こうやって右行ったじゃん。うん。真剣に打とうとして右行ったら、うん、今度あれを左がこうやって打てるかどうかが、そっちの方が重要なわけ。うん。そう、だから結局、あれができなかったら、感覚がないんだから、うん、上げ方を教えたって上がんないわけよ。あ、そうか。そこに上げられないの。そこに上がってる感覚がないんだから。あ、うん、そこに上げてって言って、ビタッと思い通りにこうやって上がる人は、うん、右一発打ったら、二発目左打つことができるのね。だから何ショットは打てるわけ。あ、じゃあ別に真ん中も打てるっていうか。そういうこと。右行って次左打てなかったら、感覚として打てなかったら、雑なアドレスでいいのよ。あ、それができなかったら、上げ方を教えた、下ろし方を教えたところで、できない。本当だね。あ、そういうことが分かってる人がこの動画を見てください系になっちゃうね。ああ、そうかそうか。YouTube とかって。そうか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 。そもそも自分がどこに飛ばそうとしてる感覚っていうのがある人は YouTube 見ない。ああ、そうか。ほとんど。例えば、新しいクラブが出たよって、それのレビューとか見るかもしれない。うんうん。あ、だけど、スイングの動画って多分見ないんだよ。打ち方の動画はね。あ、打ち方の動画、方法とか、そういうものは見ない。そうか。だって感覚があるんだから、自分に。そうだ。あ、YouTube より勝ってるものがあるんだ。そうだよね。あ、アプローチでもいいのよ。アプローチでわざと右打って、右打つ。うん。わざと左打って、つって左打つ。うん。これができなかったら、感覚がないから。要は、ここでどうさばいてるかの感覚がないんだから。うん、ダメだね。そうか。ああ、それこそあれだよ。登録したらこれと一緒や、これ。ああ、まっすぐにしてっつって。それでまっすぐになってると思ってんだから。そう。その感覚ずれてんだから。もしくはないんだから。そっか。それでこうやって体を動かしてここに上げてって言ったところで、そうだよね。まっすぐに腕水平に上げられないんだから、クラブ持ったら余計できないんだ。普通のスイングをさせてくれないアドレスを取ります。うん。じゃあこれでいい。うん。これで、こうやって構えるじゃん。うん、真ん中に、うん。で、膝もくっつける。うん、で、これで、9時3時で腕が、うん。腕が9時3時で、右打ってって言って、右打つ。うん、左打ってって言って、うん、左打つ。要はこれをやってって。あ、どうやったら左行くのか、どうやったら右行くのかっていうのを、その、形じゃないの。感覚としてここでやってそうだよね。しかも、足がそうなってるから、もうクラブだけでやるしかないんだ。そういうこと、そういうこと。もう、一切難しいこと抜くじゃん。そうね。腕とクラブしか動いてないんだから。それで右左に。そう。それがクラブで感じる感覚だから。これで打てないんだってね。打てないんだってね、そうだね。うん。打てんだよ。ちょっとたまにはやってみたら、そういうの。何その、クロスして打つやつ。たまには見せてあげないとさ。いやー、本当だ。打てんだよね。なんだ？え？足に力入れろって書いてあった本に。関係ないから。だって、クラブ動いてる当たるんだ。本当だ。ああ。クラブ動かしてやる打てるさ。でも YouTube で足に力入れろって。止めの方でしょ。動かせって。まあ、動かせって書いてあった。もうサムネに書いてあった。動かし方。ああ、動かない方に力入れていいんだよ。そうか、そうか、そうか。動かない方にね。動いちゃうから。邪魔をするから。そっか。でも動いてないから、力入れてるかどうか見ててもわかんないんだよね。そうだね。そう、そうすると動画的には、こう動かせってやった方が、いっぱい回るから。今んとこ 100% のネタ言っていい？うん。こうやって普通に構えて、うん。こうやってバックスイングになったり、うん。こうやってなったり。うん。こうやってなったりしてる人に、うん、こうやってやってミッショット出た人いね。嘘。そうなの？そう。動けなくなって？これ動けないじゃん。動けない。こうやってやって、こうやってやって打ってもらった人で、ミッショットした人いね。へえー。
これは大げさにちょっと分かりやすいようにやってもらって、それでもいい球出るんだよね。クラブがこうなるから、ちゃんとこうやってこうやって動くから、足が動かないからクラブで打つしかないんだよね。そう、足動いたらクラブこうなるから、ただ足使ったってちゃんとクラブを動かせてればいいっていうことが前提でした。はいはいはい。でその中に、じゃあちゃんとクラブを動かすって何って言ったら、グリップを支点としてヘッドをこうやって、こうやって動かしたって当たるっていう、はいはい、なるほどね。こうやって野球じゃん。あって足を動かしたってヒットはできる、うん、あれで例えばダフルとかそういうものって足を動かしたからとかそういう問題じゃなくて、そもそも欲だから、上げたいとか捕まえたい飛ばしたい、今の欲はないから。そうだから動きがいいとか悪いとかの前にノーマルショットを打たせてくれないんだから、要は欲が上回ってるから、だからその欲を捨てなさいと。何にも力感加えないノーマルショットをクラブだけ動かして打てるかどうかをまず始めて、そこからちょっとずつ欲を入れて欲の限界を知るわけよ。そういうことをやらないとダメ。形だけ覚えたって本当にそれはね、プロとラウンドしてたら分かりますよ。上手い下手じゃないんですよ。それってプロだからゾーンのとこじゃないんです。そもそもボールに対しての気持ちだから、底辺の多分広さだと思うんですよね。プロはいっぱい練習するからめちゃくちゃ底辺広くて、その中の一発だからどんな手段使ったってないショット打てるような感じなんですけど、練習量がアマチュアの方の方が少ないじゃないですか。少ない中の一発なんで、なんかすごく集中しちゃうんですよ。そうすると一発で決めてやろうとか思うんですよ。余裕がなくなって欲が出て力みになったりとか、要は悪いと言われてる動きが入るんで、まあその辺は注意が必要ですね。本当に足クロスしてたって打てますし、こうやって揃えてたって打てるんですよ。それはクラブが動いてるから、ちゃんと下半身を必要以上に動かさないでしっかりクラブを動かしながら打ってあげること大事ですよ。じゃあクラブの上げ方下ろし方はどっちでもいい、何でもいい、いい、ね、このボールをさ、7万円で130飛ばしてくれって言われた時にどう上げるかっていう、例えばフック打とうとしてる時にどう上げるか、スライス打とうとしてる時にどう上げるかっていうのが、まっすぐこうやって綺麗に上げようとかしなくていい。でそれが何にも考えないで普通に打った時にスライスしか出ないんだったら、とりあえず今スライスしか出ない動きをしてるってことをまず把握しなきゃいけない。自分で。で、その動きは何って言った時に、例えば振り遅れてんのか、寝てんのか、起きてんのか、いろいろあると思うんだけど、それを何が原因で、じゃあ振り遅れてんのか。とかって考えて、インパクトのフェースがこう戻るために、本当にそうするのっていうこと。振り遅れる原因がやりたいことがあるからじゃないのっていうこと。でもやりたいことってまっすぐ飛ばしたいことなんだよね、本当はっていう。ああ、そうだね。うん。でも、まっすぐ飛ばしたいは当たり前で、その前にこの動きってなって、当たり前にしちゃいけないんだよ。飛んでないんだから。まっすぐ飛ばすためにを一番先頭に持ってこれればいい。当たり前にしちゃった。その上げ方とか下ろし方気にするのは、うん、スコアどんぐらいになってからだ ?70 代でしょ。まあ80前半から70代より上で。要は、微調整を必要としてきたとき。ああ、それぐらいでしかないってことね。ない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 。だって前俺さ、こんなことやってさ、ナイスショットしてる。そうだね、そうだね。あれでナイスショットが出るんだったら、じゃあそれこそ関係ないでしょってなっちゃうじゃん。そうだね。そうだね。そこが、ちょっとずれてようが、うん、何しようが、変わんないんだよね。ここだからっていう。ドローとフェードだっけ、打ち分けてるの並べても本当に、こっから撮ってると分かんないぐらいしかずれてる。まあ、ちょっとずれてるけどっていうぐらいなんだよね。うん、そのシャフト1本分なのか分かんないけど、そう、これマジかった。うん、俺はね、ドローフェード打ち分けるのにここのシャフト1本分この1センチを変えてんだよっていうのね。でもドローフェード打とうとしたら1センチ変わるんだね、勝手に。だから別にすごいことだね。あ、勝手にそういう風にクラブ入れようとしたら1センチ動くのね。そう、うん、そう、だから全然すごくない。でもそれが世界レベルは1センチを変えるんだよっていう、うん、いやそうなる。逆ね、そう、逆、あの1センチ変えたからボールが変わるんじゃなくて、うん、そのドローフェードを打ち分けようとしたら勝手にシャフトの位置が変わってるだけでしょ、結果としてね。そういうこと。そうやってどうせクラブ入れたいんだから、そう、軌道変えてんだから、そういうふうに。
そんなに大げさな内訳をしてないんだから、ね、うん、ドローンとフェードなんだから。あ、まあ、服とそれだけじゃないからね。そう。だから、それぐらいの誤差しか出ない。勝手にそれぐらいの誤差になるし、それしか出ない。じゃあ、結果的になってることを、それと大げさに言うと、ちょっとかっこいいんだよ。そう。ほんとそう。ほんとそう。あ、それこそ上げ方、下ろし方になっちゃうじゃん。そう。で、ワンナップの逆言っていい。うん。俺ね、コ、うん、ースで、ハードトップ打つよ。あれは、ダフリという最低点を防ぐために、怖いからハーフトップ打ってくる。YouTube では、いや、ハーフトップで打ったら、結果もいいし飛ぶし、うん、球が安定するんだよ。って言ってる。そうだよね、うん。どっちの方向から言うかだけなんでしょ、だから。そう。それ、打ってんのはハーフトップ。そんなもん、上げ方変えたって、うん、下ろし方変えたって、うん、何か変えた。うん、結局このインパクトゾーンが、うん、自分の飛ばしたい距離の強さと、うん、フェース角になってれば、うん、答えは出る、うん。ちゃんとした。そうだよね。そう。うん、だから、あんまりそのクロスがドーンとか、レイドウッグがドーンとか、こうフラットがドーン、アップレートがドーンとか、直接レッスンに来られて、ボール打つのに関係してれば直すけど、関係してないとき俺一切直さないし、わざとそうさせたりするから。うん。ここが大事だからってこと。そうだね。俺はお客様の気持ちよさは、うん、俺は無縁だから、関係ないと、うん。結局そこでナイスショットをどう出させるかっていうのが、すごく大事。途中の軌道っていうのは、ある程度しか、まあ、関係ないと思うんですよね。それよりもインパクトがどうあるべきか。で、その後のフォローの方が大事って、クラブをどういうふうにインパクト後に持っていくかっていうのが決まってくれば、勝手にこっち決まりますから。右側。バックスイング側が勝手に決まるので、その意識でちょっとやってみてください。はい。お願いします。最後までご視聴ありがとうございます。ワンナップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。